これどうやって動かすんだっけ。あ、動かなくなっちゃった。あー、あれー、画面動かなくなっちゃったんだけど、これどうしたらいいんだろう。え、どうしたらいいんだろう。動かないんだけど画面が。あ、なんで、え、どうしたらいいの。え、お、来た来た、いや来た、来てないな。おお、え、むず、なにこれ。え、なんかどういうこと、作りが変わったかなこれ。なんか、え、2本指で、違うの、2本指だと反応しないんだけど一本指だと反応する。なんか、なんかこう寄ってる、寄ってるけどこれどうにもできないんだけど私には。これどうしたらいいの。めっちゃおかしいこれ今。ちょっと一回横、こっち向けすればいいか。これは普通だよね。あー、やっぱおかしいわ、やっぱおかしい、やっぱちょっとバグってる、私の端末がバグってるんだこれ。でもこんなもんだっけいつも。あれ、分かんない、いや、いつもこんなもんだったっけ。ちょっとサイズ感の感覚が分かんないけど、まあいいか、こんなもんだったでしょう。どうも皆さん、いた、こんばんは。いやー、今日はメイク違う？今日は、いや違くないかな多分。まあいつもあのアイシャドウとマスカラの組み合わせはつどつど変えてるんですけど、でもそれ以外はいつも通りです。なんかここの口角炎一生治らなくて、これ言える？この口角炎これ一生治らないからもう諦めた、治すの。なんか今時ってシースルーの前髪が流行ってるじゃないですか。だからやってもらいました、今日はメイクさんにシースルーを。サラの配信中にマナカのこと話してただって。ん？何話してたの？何話してたの？なんかショールームは基本的にこのポップな背景になったんですね。すごいいつ見てもポップな気がした。冷え性の話だって、あれそれいつだろう、その話知ってたの。レッスンの時かな、なんかレッスンの時だった気がする。レッスンの時に私がその空のに絡みに行ったんだよね。そしたらそのすぐ体冷えちゃうから冷房とかで、でめちゃ指先冷たくなってて、ほらかさんめっちゃ手冷たいです、大丈夫ですかって言われた気がする。言われた気がした。今日
日見れなかったけどどうだったの今日はね。どうだったんだろう、なんかうまくはいかなかったような感じはしましたけれども、でもすごい楽しくはありましたかね。楽しくはあった。今日も京都でなんか何をしたって言われると、特になんかこれしたなっていうのはなんかあんまりなかったですけど、軽くトークをさせてもらって今に至るっていう感じ。今日涼しいよね。今日本当に涼しくて、なんか今日その宅急便を受け取ったんだけど朝に、あ今日の洋服どうしようとか考えてて、ちょうど宅急便来てドア開けたらめっちゃ寒くて、寒っ！って思った。マジでドア開けた瞬間寒すぎてびっくりした。今日の気温好きね。でもなんか最近が暑すぎたからっていうのもあるけど、すごい寒く感じたけど今日はっていうのはあったけれど、そう、せいちゃんずっと一人で写ってるよって、偉い。せなさん先日の公演楽しかったです。ああ、よかったです。劇場公演ね、劇場公演いいですよね。高橋 P の本気の仕事ぶりはどうでした。え、わかんないわかんないとか言っていつもあんな感じだ気がします。うん、楽しすぎた。念願の僕隊ね、僕隊私も2回目出れて、前回よりはいい感じにできた気はしてますそう、マナクルまだ何日曜日に僕隊でなだかちゃん見れたので、今度は逆上がりを見たい。ああ、ぜひ来てほしいね、逆上がり。ぜひとも来てほしいです。今日お昼にビビンバ食べた。いいな。なんかビビンバとかってさ、私石焼きビビンバが一番好きなんですけど、すごいこう定期的に食べたくなる味してる。あれ本当に。高橋 P いつもすごい気にかけてくれてるね。ねえ、本当にいい人ですよねいい人ですよね。毎度毎度選抜落ちたいじりされるところ以外はいい人だと思ってますあゆちゃんの名前間違えた。アイちゃんの生誕祭で初めて生マラカちゃん見て可愛すぎてやばかった。本当にそんな変わんないけど、私変わるかな、私ってそんなに変わらなくない。配信とかさ、なんかそのテレビとかで見るあの姿と生で見るの、鶏焼肉はなかなか行かないかな。うん、そうね、今も網来た。お、これ仲直りした。どういうこと、どういうこと、どういうこと。フルミと喧嘩なんてしてないけど、
何まだ来る仲直りしたって何の話？再販も始まりました。そういえば皆さん、お話し会の再販が始まりましたよ。また喧嘩したの？してないよ。喧嘩してない。荒野行動で揉めた。揉めてない、揉めてない。一人映画は行きますよ。余裕じゃない、一人で映画なんて。むしろ映画一人で行きたいぐらいなんだけど、時と場合だけど、時と場、もなかちゃんから仕掛けて違う、あのくるみって多分柔軟剤の香りなんだと思うんだけど、めちゃ特殊な匂いなんですよ。それは別に悪い意味じゃなくて、めちゃあの特殊な匂いあのくるみってわかる匂いがするから、その話をしたんですよ、くるみに。そしたらめっちゃ怒ってたっていう。別にその悪口とか本当にそういう意味じゃなくて、マジで特殊な匂い、くるみにしかない匂いがするよねって言ったら、あのすごいギャーギャー叫んでた。気に入らなかったみたい。そう、匂いじゃなくて香りって言ったらいい。くるみの特殊な香りがするの。そう、香りがする香りがするからっていう話をしたんですよ。私怒ってたけどね、くるみは。それ柔軟剤ではないのでは。分かんない、どんな匂い。分かんない。どんな香りか私の言葉では表せないけど、あるんですよあるんですよ、本当にあるんですよ。そう、とりあえずボム楽しみにしてるわ。そりゃズンとセットですからね、楽しみだろうね、あなたは楽しみにしててください。なんか知らぬ間にコンサートまでの期間がもうあと本当にわずかになってて怖いですね。ボムページ数がすごいと聞いた。ああ、何ページあるって言ってたっけな忘れちゃったな、何ページあるって言ってたか。でもなんか驚いた記憶あるから、すごいページ数だったんだと思うんだけど、何ページあったんだっけな、ちょっとわかんないな、あんま覚えてないな、何ページあったか。でもすごいなんかズンが「えっ！」って言ってた印象があるから、ページ数はすごい あった気がします。そう、私あの前のさ、シュープレさんの時って何ページぐらいありましたっけ、何ページぐらいありましたっけ。資格行くときに買って授業中に読むね。ぜひぜひ。前回は5ページ ?5 ページぐらいあったのか。あれ ?6、9、8 あれ全然人によって言ってるページ数が違うんだけど、どういうこと ?8 かな?あ、8?8 ページです。前回は8ページでした。
さあ今回は何ページなんでしょうか。私もわかりません。わからないけど、でもなんかページ数はあった気がします。そう、ショットもください。求められない、求められない方がオフショットあげるか。オフショット欲しいって言われるとすごいあげたくなくなる。意味わかんないけど、そう、友達にも宣伝しとく。ぜひとも、あの人によってはすごい好きな、今回はあの感じだと思いますよ。多分求めないからください、うん、もうあの意味がわからない。そう、求めなかったらいらないんだって言うでしょ。全然言わない。全然言わない。人によってはってどういうこと。いやマジで人によっては、なんか人によってはもうすごいそれでうわーってなんかよっしゃーみたいな、俺の好みの系統だぜみたいになる人がいると思う。そう思いますよ私的には。シュプレ手元で見てるけど8ページです。8ページでした。人によっては、人によっては、人によってはですよ。本当に人によってはです。私さ、その別にグラビアが嫌なわけじゃないんですけど、別に嫌なわけじゃないから、なんかそのどうですかって言われたらね、私を雑誌に使いたいって思ってくれるのであれば全然私はあのやりますっていう風にそのマネージャーさんには答えてるんだけど、そのだからそう、でも私はあんまりその露出が多すぎる服は好きじゃないわけ。なんかお腹が出てるぐらいならいいと思う。おしゃれでお腹出すこととかあるじゃない、世の中誰しも。そういうのは別にいいんだけど、なんかもう水着って必要最低限の布しかついてない状態だからさ、まあ別にシンプルに一人の人間としてはその水着はあんま好きじゃないわけですよ、私的にはね。そう、あ別にその活動として私を求めていただいている限りは全然いくらでもやりますよって感じではあるんだけど、あの私一人の田口真中、もうただの女の子としては別にその好きじゃないんですよ、あの服は。そうだから、今回その今回の衣装これですよっていうのが毎回送られてくるんですけど、それはどの普通の私服の、私服っていうか衣装の雑誌とか、その水着だけじゃなくて他の雑誌とかでもその全部送られてくるんですけど、見た時になんかうわーって言った。マジでやばーって言った記憶ある。そう、だから好きな人は好きだと思いますよ。そう、抵抗あるんだね。抵抗があるっていうのかな、なんて言うんだろうね、わかんないけど、その一人の女の子としては別にそんなノリノリな人間ではないから、そういうのに対して。ただまあお仕事としてというか活動としてやってほしいって
いうふうに思ってくださる雑誌の方だったり、やってほしいと思ってくださるファンの方がいる限りは、まあご期待には添えたいなという気持ちはもちろんあるので、だからなんかもう二度とやりませんとかはないですけれどもっていう感じですね。そう、でも前回の時にその全然オフショット撮ってなくて、自撮りも全然してなくて、そうなんか自分の中で撮影するのに必死すぎて、写真も全然本当にマネージャーさんがたまにそばにいる時に一瞬告知用で撮っておきたいとか思った時にしか撮らなかったんで、でも今回はズンがいたから、ズンがズンカメラ、ズンのその専用のカメラですっごい写真撮ってて、だから今回はそれを見て、あ自撮りしなきゃとか、なんかあ写真撮らなきゃってこう意図的に思わせていただいたので写真は撮りました。そう、普通に遊びでプールや海で水着になったことないんか。いや水着にも世の中種類っていうものがあるじゃないですか、洋服と一緒でね、長袖長ズボンもあれば半袖短パンもあるじゃないですかね。そういうことですよ、女性が全員ビキニを着るとは限らないですからね。つんちゃんはずっとご飯食べれなかったって言ってたけど、まるかちゃんはご飯に帰ったりした。もうさ本当に私さダメな人間なことを皆さんには理解されてると思うんですけど、本当になんかそう苦手なんですよ、その食べないとかがすごい苦手で、いや食べないと死ぬしって思っちゃうから、私は全然食べちゃったね。なんかその撮影の1週間前ぐらいに確か月見バーガーが出たんだけど、マックで普通に食べたし、その前日も普通に、だから前日はご飯我慢しようってこう思ってて、そうでもまあ食べたよね普通に。そうなんかその前回水着をやった時に稽古頑張ってちょっと体絞らなきゃとか思ってやってたんだけど、なんか別にあんま変わんなかったのみたいな、むしろなんかその体変えなきゃっていうストレスでなんならちょっと膨れたなとか思ったから、今回は何もしなかったです、正直に生きる女。そうそうなんだ、水分調節だけでいいかもね。ねえどうなんだろう、なんか世の中の人がどうやってるのかわからないけれど、そうポムアンケートたくさん書いたらアンコールありますか。でもやっぱりアンケートとかってさ、取ってるアンケートを取るってことは一応それもその次雑誌のなんか次雑誌やりましょうってなった時にさ、この子すごいアンケートいっぱい来てましたよってなったら、そりゃね、じゃあもう一回乗ってもらいましょうってなるのは当然の流れだから、もちろんアンケートは大切だと思いますよ、それはね、どの雑誌においてもそうだと思いますけれども、そう、水着言うならやらなくてもいいと思う、別にだから嫌とか言うのはないですけど、そう結構出してるけどやつで、いやそう本当に結構出してくれてる人いる印象なんですよ、だからそれが1年に1回ぐらい反映されてて嬉しいですね。
でも昔よりかはさ、まあ地位も地位というかさ、立ち位置も変わってきたっていうのもあるけど、昔よりかはちょっと雑誌の量になったよね。対談っていうか、そのお話メインだとしてもさ、雑誌のある機会は増えたと思わない？昔に比べたら。そう、まあ何においてもアンケートを取ってて意味ないことはないですからね。そう、劇場のアンケートとかもそうだと思うけど、例えばすごい評価がその子高かったら、おろこめっちゃ評価高いやんみたいな劇場になるかもしれないじゃん。そう、だからなぜ関西弁特に理由はないかな。うん、本当に特に理由はない。そう、今日日比谷で見てました、ありがとうございます。劇場のアンケートってメンバーも結果知ってるの？知らない。でもさ、でも知った方がいいのかね。なんかそれもしも知った方が得なことがあるなら案として出したい気持ちもあるけど、あの運営の方に結果を なんか出しませんか？でもなんかわかんないけど、見たいメンバーだけ見れるとかだったらいいよね。その例えばさ、今日自分すっごい頑張ったなって、まあでもわかんない、それは人それぞれの考え方だから、いやそれでも見るべきでしょっていう人の意見は置いといたとしてその自分がその張本人になった時にだけど、今日めっちゃ頑張ったなって、今日はあのあそこにいた席の人とも、あそこにいた席の人、あそこの人で、あのこんなとこにいた人ともすごいアイコンタクトも取ったし、お見送りでの反応も結構良かったから、今日は結構アンケートの結果いいんじゃないかなって言ってみて、全然自分の名前書かれてなませんでしたとかなったらさ、なんかはっってなっちゃわない？その子は。そうだから、そのそれが吉と出るメンバーもいれば凶と出るメンバーもいるのは事実だと思うから、そうだから別に全員が知る必要はないと思うけど、見たいメンバーだけ今日何人ぐらいが何を選んでくれましたよとか見れたら確かにいいのかもしれないね。うん、メンバー公演のアンケート見れないですね。わかんない、見たいって言ったことがまずないからわかんないけど、でも見れないと思いますよ多分。うん、推しに関わらずいいと思ったメンバーを書いています。いいと思いますよ。なんか別に推しは推しで、まあ、推しが一番どんな時でもいいっていう考えの人もいいと思うんですけど、今日推し見に来たし、推しもめっちゃ良かったけど、でも新たな発見でこの子めっちゃ良かったなって思ったら、その子をね今日一番良かった MVP だよって言ってもいいと思うし、それはもうその人たちの考え方なので。そう、毎回柱にモニターつけてって書いてる。ああ本当に、そっか、柱だとあれなのか、見えない人もいるからってことね。でもなんか歌の項目を作ってほしいって言ってる人もいましたね、前お話し会かなんかで。歌、なんか評価に歌がないんですよね確か、その劇場のアンケートに。 MVP と MC か、 MVP と MC しかないんだっけ。全体とダンスと MC か、3つあるのか。 MC、 パフォーマンス、 MVP。 そう、歌欲しいって言ってる人はいたな。評価に歌、パフォーマンス
に含まれてる感じかな。あーなるほどね、確かにダンスって書かれてるわけじゃないからってことね。確かに確かに。もう少し化けてくれても、あそう、でもなんかそういうのもなんかの節目とかにアンケート内容をなんかね変えてみても良さそうだけどね。皆さんがアンケートで何を答えたいかっていうのをさ、投票式とかにして人気が高かった何個を選びますとかさ、良さそうだよね。なんかチケットセンターのファンの方限定でみたいな、チケットセンターに会員登録してるファンの方限定でなんかそういうアンケートのやつを選べるみたいなのあったら良さそう。最近は AKB 全体的に歌に力入れてるよね。みんな上手くなってると嬉しいですね、それは。うん。歌ね。後ろまでレッスンくださいね。いや、レッスンはしてますよ、もちろん。後ろまで。てるけどさ、そのレスした先の人がこっちを見てるとは限らないから、しててもしてないって思われちゃうのがあれなところなんですけど、ちゃんとしてはいますよ。そう、MC 力や頭の回転も冠番組のおかげか。実に上がって、ああそれはいいことですね。みんなが良くなってるってことか。柱の裏に推しがいるときに別のメンバーを見てるから柱はいるそういう考えもあるよね。まあだからユニットとかでさ、真ん中にすごい人がいて自分は柱より外にいて、ちょうど柱で全員かぶせて見えないとかいうときはちょっとあれな気持ちはわかるかもしれないけれども、まなかとキイちゃんの声の相性がいいと思います。あ、本当ですか。でも確かになんか声合わないなっては思わなかったかもしれない、キイさんと。柱で被るときは照明で照らされた人影見てた。だってすごい見方するね、本当に。おもろいな、本当に。レスはもらえたと思っている方が幸せ。マジでそう、私も思うよ。あんな、だってさ、目線なんてさ、正直さ、その客席とメンバーの分母って違うわけじゃないですか。8分の1に見られる確率と200何十分の1で見られる確率だから、こっちはその人と目合ってるって思ったら多分自分だって分かるわけですよ、ステージに立ってて目が合ってる時は。だって番号も、例えばそのみんなが同じような場所にギュッてしてたら自分とは限らないけど、でも結構もう2番ずつぐらい離れた位置に立ってて、こうこっちを向いてるって分かる時って、あ目合ってるなってこっちでは思うけど、でもそっち側からするとさ、私かなみたいな、私こっちこっちこっち私かなみたいになるじゃん。そうだから、あれはもらえたって、もうあれは私で、これは私へのレスだってこう思った方が幸せですよ。そう、そう、見送りでレスもらって、そう、
指差しの振りは俺それもらえたと思ってる。いいと思います。あんまさ言わない方がいいかもしれないけど、そのなんかさ、レスはさ、もう目線だからさ、こうもうだってこうやって見てて、目その人こうやって見た時に全員と目合ったらそれはもうレスになるじゃないですか。だって目が合ってるから、こう全員とこう、これでもでも指差しってさ、もう決まった場所にしかさせないからさ、だからなんかこう私がよくやるのは、指を、指のこの先を人と人の間に向かって刺すっていうのよくやってます。私は人と人の間に刺して、二人分に刺してるつもり、よくやってます。私はだから分かりにくいんかえ、分かる、分かる人いるんか、これバレてる、これバレてるの、もしかしてバレてる私のやり方そう、なんかそのいざその指差しとかでさ、だからなんかビンゴビンゴ、このさグーとかもさ、こうさ、わかる、ここに向かってグー、ここの人に向かってこうグーするのか、この人に向かってグーするのかって結構変わってくるじゃん。こっちとこっちだと、こっちでやってるとこっちの人は見られてないなって思うし、こっちでやってるとこっちの人が見られてないなって思うじゃん。だからビンゴビンゴあなたで、このここの二人の間に狙うようにしてます。私はそう、ずっとずっと、そうずっとずっとずっとそばにで、このこっちでもなくこっちでもなくここに刺すようにしてた。絶妙にずらすっていうでもちゃんと目線はこっちとこっちこう見るから、それはめっちゃやってます。前からずっとやってる、これは。そう、そうなんですよ。全員から見られてないって思うやつか、そうかな、でも目は合ってるからね、だからこれ私なのかってなるんじゃない。だってそれどっちの人もレス感じ取ってないと思う。まあ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 、そう、そうなんですよ。だからそう、そうなったら自分と思ってもらえていいと思います。そう、マジでそう。いやだから間刺してるときはもうその間を刺された人が、あ、私とこの人なんだね今のこのレスはって思ってほしいよね。そうそうそう、そうですよ、そう思ってほしい、そういうことです。間です、間。そう、 S より読み送り進みたいのが一番早く、そんなメンバーいる？分かんないけど、笑う受け取ったことあるけど暗くて誰が投げたのかも分かんない。それはそうだね。もなかちゃん線風呂から上手下手にレッスンするよね。するね、特にユニットとかはするかもしれないです。なんかユニット曲って結局真ん中にメンバーが集まっちゃいがちだから、柱の外の人って見えないじゃないですか。少しでも柱の外にいる人にでもこうユニットでなんか顔をしっかり見せたいなって思うから、そういう時とかはなるべく発想を向いたりするようにはしてますかね。そう、こ
この前ゆいりにお見送りスルーされた。スルーしてないと思います。多分メンバーでお見送りスルーすることないと思う。メンバーがされることはいくらでもあっても。そう、8人になってから上下が特にね寂しくなるよね。上下結構でもなんか難しいよね。8人の方が推しはしっかり見れると思うから。私が思うに、私16人でやってた時に前ら辺のだから本当にセンター付近っていうかのポジションがたくさんある公演も出たことあるし、その3列目の後ろら辺ばっかりの公演も出たことあるから、すごい思うのは、いやずっと8人しかり16人しかり前にいるメンバーはそりゃしっかり見えるし、レスも送れるし見てもらえてる感覚はあるけれども、やっぱ基本的にずっと3列目にいる時の公演って誰かと被ってることが多かったりとか、目の前に他のメンバーが立ってたりとか、なんか恥じすぎて誰も見てくれてない気がするって。まあそれでも見てもらえるようにもちろん頑張ってはいるけれども、なんか誰にも見えてない気がするみたいなことがすごい多かったから、そう私はそうね、8人の方が結構好きではあるかな。そう DMM とかも抜かれるその回数のレベルも全然違うと思うし、 MC しかりユニットの数しかり、まあもちろん1回だけの子もいるんだけど、でも2回の子が多いし、そうそうそう、だから分かんないけど、そう3列目の端っこのメンバーを見てるのがいいね。3列目の端っこはでも美味しいですよ。一番やばいのは3列目の真ん中らへん、もう前に人だらけで、あぜなんかもう人の逆にファンの方の顔もあんまり見えないみたいな、こっちもやってても3列目の真ん中らへんだと。そうだからシングル曲とかもそうだけど、そのカメラとかって結局3列目の真ん中には来れないけど3列目の端にはいけるじゃないですか、端っこだから。だからそういうことですよね。そう、そうだから一番隠れやすいのは3列目の真ん中らへんだと思います、私的には。セカンドジェネレーションの曲名が発表されたっぽい。だってマジテレビだと真ん中ワンショット少なくない？そうね、だから選抜入るってこうなった時とかも立ち位置の高さはもちろんあった方がいいけれども、でもなんか端だったらいいなって思うこともありますよね。もちろん出てますわ、マジかです。セカンドジェネレーションの曲名マジかです。歌い始めそうだから気をつけよう。マジでマジで歌い始めそうだから気をつけます。マジでおもろい。うん、ちょっと本当に危ない、マジで歌っちゃいそうだから。マジかっていう曲名です。マジでおもろいんで楽しみにしててください。多分これを聞いて皆さんが思い浮かべる系統の曲ではないと思うんで、楽しみにしててください。私はもうどんな振り付けになるかが楽しみで仕方がないんで、はい、楽しみにしててください。そうっていうお話でした。センターを教えて無理でもすごい、あーセンターって感じですよ。センターをセンター
初めて聞いた印象は、ええマジかマジでこれだった。その歌詞と歌もらって仮歌もらった時に題名がマジかって書いてあって、あマジか、なるほどなるほど、セカンドジェネレーションでマジか、なるほどなるほどって聞いて、あマジかあマジかってなった。マジでマジでおもろい、マジで、あマジかってなったから楽しみにしててください。そうっていう感じです。タイトルと曲調合ってるの？いやだからわかんないです。それはだって人によってそのタイトルで出てくる曲調の印象が違うから、だからわかんないですよ。でも合ってるんじゃないですか、タイトルと曲調。別に間違ってはないですよ、うん、間違ってはない、だから間違い、ま、なんか間違いとかないしね、全部正解だから。メンバー見てるけど確かにセンター予想難しい。え本当に私まあだろうなって感じだったけど、そうなんで楽しみにしててください。皆さんこの曲の公開を、なんか何の話してたっけこの前、私、うん、忘れちゃったよ。久しぶりのリップクロスも確かにジャケ写出てたね。今私も確かにジャケ写見たな。ジャケ写見たいな、もう一回。うわめっちゃアイドルやん、かわいい。ユーナーモギオンジャケ写あるけど、えぐ、かわいい。なんかすっごい AKB って感じする、すっごい AKB って感じのジャケットしてる。 C タイプ買う人多そうね。通常版の C めっちゃ売れそう、かわいい。私はB が欲しいな、通常版の。ゆいづきかわいいマジでゆいづきのビジュアル大好き、あの本当にかわいい。なんか食べてる私。ゆいづきバランスもいいのよ、そうわかる。めっちゃ好きこの2人のコンビ。私はこの2人のダブルセンターを見るまでやめられない。言ってこなかったら一生やめれね。いやマジで、でも本当に見たいこの2人のダブルセンター。それぐらい好きこの2人のセット。そうジャケ写めっちゃいい、 B めっちゃくちゃわかる、わかるでしょ。そうなんですよ、ダブルセンターしてほしいね。しかもなんかもうなんかもう本当にあのサステナブルみたいな曲でダブルセンターしててほしい。ポニッシュとかなんかもうそういう曲でダブルセンターしてほしい。なんか希望的とかそっち系よりはもうなんかさよならクロールみたいな、もうそっち系でダブルセンターしてほしい私は。そう爽やか、そう爽やかな、爽やかな曲でやってほしいよね。
本当に分かりみね。バーチャルメンバーって本当にバーチャル？知らない私はバーチャルメンバーじゃないから知らないよ。そう、あーなるほど、初回限定はペア関係なしで通常版はペアになってる。いいですね。でもなんか久しぶりじゃない、こんな集合写真みたいな、なんかこのキャピキャピの集合写真みたいな感じの、なんかその前回の元彼はさ、なんかキメキメみたいな、でなんか一人一人っぽいジャケ写が多かったじゃないですか。なんかなんだっけ、ネモハムとかもさ一人一人だったし、なんか失礼ありがとうも多分一人一人を撮ってるのが合わさった写真じゃないですか。だからなんかこのガチで顔面で勝負してますイエイみたいなこう写真、マジでエブリデイカチューシャ思い出す。エブリデイカチューシャ、いやマジで私今的確なこと言いすぎた気がする。どう見てもエブリデイカチューシャだもん。私だってほらもう、もうだってこれやん、もうこれやん、ほらこれやんマジでエビカツでしょこれは。もうエビカツポニシューとかもうそっちのやつじゃん、この集合の感覚。それだそれやん、いやそれなんですよ本当に。このなんか文字のこの感じとかさ、ポニシもそうだけどね。でもなんかどちらかというとこっち、この集合写真の感じが、そうポニシよりエビカツって感じ。マジでもうこれマジで的確な意見だと思う。だってさマジで的確だと思うよ私の今言ってること。これ一人のやつは意味ないか。だってさこれだよ、これとほらこれやんおだいりさんのデザインらしいですね。そうなの、すごい可愛い、めっちゃ可愛い、いいね。なんかこういうのすごい AKB って感じする。なんか AKB はずっと太陽の下で踊っててほしいよね。わかる、私はすごいそう思う。そう、話終わっちゃった。私の中で選抜全員がデザイン出してお代理のが選ばれたって。ちなみにポニッシュの時も同じことやってミャオのが選ばれた。あ、そうなんだ。春は桜の木の下で歌っててほしいで、わかります。私は椅子並べて座りながら歌っててほしいです。私言ったことないかもしれないけど、めっちゃさりげなく桜のしおりの MV 大好きなんですよ。なんかオフショットっぽいMV めっちゃ好き。あと歌も好き、普通に。そう、技術見てますか？見てるよ、ちゃんと見てる。今回は頑張ってるよ。今何話だっけ何話まで見たっけな、2話、3話、3話ぐらい見たか、3話ぐらい見た気がするな。そう、ソーロングの世界か。ソーロング最初見た時すごい不思議な感じだった。
3話、そう3話、そうちゃんと見てるよ、見てる見てる、マジでちゃんと見てる。そう3話が最新でしょ。そうだよね、あれだ、なんかゾンビに噛まれてみたいなところか。見た見た、さよならクロールの PV 衣装好きです。めっちゃわかる。私さよならクロールの PV 何回見たかわかんないぐらい見てるもん、マジで。本当にあの衣装、あ、衣装のなんかその水着だけどマジ可愛い、あれは本当にめっちゃ好きだし、プールの上でプカプカ浮いてるメンバーなんかもうプールの上に浮いてるっていう存在が可愛いってめっちゃ思うし、めちゃわかりめしかない。でも私はそれで言うとあれも好きです。ラブラドールレトリバー、あれもめっちゃ好き。私あの MV もう何回見たかわかんないぐらい見てるぐらい好き。もうあのなんかやっぱワンちゃんと戯れてる女の子って可愛いよねみたいなね。そう、私なんかあのみんなのちょっと色の違う淡い色、なんか誰も濃い色じゃない淡い色の紫とかなんか水色とかの水着がもうなんかもう可愛い可愛いっていう、あのマジでめっちゃ好き、うん、めっちゃ好き。そうアイス食べてる犬可愛い、可愛いよね、わかるわかるわかる、めっちゃ好きです。だからあのさパルルさん表紙のさワンちゃんと一緒に写ってる雑誌みたいなわかります？ AKB のメンバーだけが載ってるやつ、あのパルルさんとワンちゃんがこうなんかこうやってなってる雑誌じゃない、あれなんて言うんだろう、本冊子、なんて言うんだろう、ああいうのってなんか写真集みたいな、なんかメンバーが飼ってるワンちゃん紹介とかも載ってたやつ。見る分には水着でもいいので全然大丈夫です。なんていうやつだったか忘れちゃったけど、ムック本、ムック本っていうのかな、いや多分あそこの中に入ってるから持ってくることはできるんだけど、そうめっちゃあれ好きでめっちゃ見てました。特にあの三重師の3人がワンちゃんと一緒に撮ってるシーンがもう後ろらへんにあるんですよ。ナナさん、マコさん、ミキさんの3人で撮ってるあのやつがある。それめっちゃいいです。 AKB の犬兄弟っていうらしい、あそれめっちゃ、それめっちゃ好きですよ私。多分オフショットみたいな感じに近い写真が多いのかな確か、だけどめっちゃ好き私はあれ。そうロケ地に見覚えもあったシュガーナイトも可愛かった、可愛かったですね、めっちゃカラフルな MV で可愛かった、本当に可愛かったです。モナカちゃんっていつからファンなの？いやなんか詳しく、だから私はここからファンになりましたっていうよりは、だからその物心っていう物心がつき始めたぐらいから好きだったから、だからなんか私これきっかけで好きになってっていうのがいまいち分かんないというか、気づいたら好きになってたみたいな感じなんですよね。そう本当にそういう感じだから、もち中学生とかだったらさ、あの時期にあのやつを見てめっちゃそれきっかけで好きになってとかあるんだと思うんだけど、そういうのがあんまりないというか、初めて買ったのは上からマリコっていうのはあるんだけど、それよりも前からずっと好きだったのは覚えてて、自分の中では。そうだから分かんない、いつから好きなのか、私もなんかいまいちいつから好きなのかっていう感じですね。そうなんですよ。最初に好きになった曲は全然覚えてない全然覚えてないとか言って、だって正直その AKB が発売っていうか、なんていうの、デビューした時、世に放たれた時にまだ3歳だから、そうやって考えると本当にそうなんですよねっていう、もうなんかもう気づ、私が気づいた頃にはやっぱもう AKB は流行ってたみたいな、
その2009年10年ぐらいにめちゃ売れてるじゃないですか AKB って。でだからその私2009年の時がだから6歳、だからその6歳ってさ記憶はあるけどさなんかめちゃくちゃ曖昧な記憶しかないじゃない。だからって考えるとちょっとわかんないなみたいな。そう、そうなんですよ。田口さん何歳なん？18です。18歳、もうすぐで19歳になっちゃうけど18歳です。そう、もぎさん見ないとね。私めっちゃ嬉しいって思ったらもう始まるやん、びっくり。そう、映像倉庫のフレコン楽しみでしたってね。なんかダイジェストらしいね。でもだからなんか全部公開してほしいけどねそのさ、辞めちゃったメンバーも結構いっぱい映ってると思うんだ。だってさ1月の頃まだいたメンバーばっかりでしょ。さとねちゃん、れいちゃんとか、かなぶんとか、なずなちゃんとか。だから配信なかったやつ、そう配信なかったやつ。でもめっちゃせっとりしてよかったんですよ、私的には。私的にはめっちゃせっとりしてよくてそうだからフルで出してほしいよね。ダイジェストって書いてありましたよ。なんかその裏側がフル公開みたいな、だからライブ映像自体はダイジェストみたいな感じで書いてあった気がする。そうだからわかるわかるわかるでしょ。めっちゃあのセットリストも頑張って決めたんですよ、みんなで会議して。ほんといいセットリスト。大事なことは2回言おう。オープニング衣装見れるのか。見れると思いますよ。あれオープニング衣装ってどんな衣装だったっけね。ああフレコンの衣装か。あの衣装マジで着てないかも。記憶にないもん、着た記憶が全然ない。そう、ほとんど円盤しなくなったな。まあね、正直そのネットがさ強くなった世の中だとさ、円盤化してもなかなかあれなところはあるからね。正直その私もそうだけどさ、いろんなアーティストさんの曲とか聞くし、この人のこのアルバム曲めっちゃいいなとかさ、この人のこの曲めっちゃ好きだなって思っても CD 買おうとはならなくない、正直言って。まあ、そのアーティストさんとアイドルは違うものっていうのはもちろん認識としては分かってるんだけど、でもそういう世の中になってきてるじゃない。昔だったらさ買わないと買えない、買わないと聞けないとかさ、そういうのが、買わないと車とかで流せないとかいうのがあったけどさ、今は正直その Bluetooth とかいう機能もできちゃったからさ、その買わなくても携帯から電波飛ばしただけでそのまま車でも流れますよっていう風になったじゃない世の中が。だからやっぱり物として発売されるっていうのは減りましたよねって思います、私も。まあそれは時代の流れだからね、そのなんとも言えないけど。そう、土平日の昼も横浜は辛かった。いやそれはそうだよね、本当に結構人来てくれ、人が来てくださって嬉しかった思い出があります。そう、もなかちゃんが AKB に入った当初誰と話すのが一番緊張した。覚えてない、多分先輩全員そうそうなんですよ。行かなかったからめっちゃ病んだ、病んだ記憶。そう、
あのそうあれはねすごい良かったと思う。ユニットとかもめっちゃ考えて作ったユニットだったね。そう、もう私のユニットはね比較的早くメンバーが決まってた気がする。なんかそのなんどういう流れだったか忘れちゃったけど、なんかマラカちゃんとレイちゃんとズッキーの3人のユニット絶対いいみたいな、それはなんかもうそれにしようみたいな感じになってた気がする。そう、基本的に自分のなんかこうなんて言うんだろう、個人的に自分がこの人とユニット組みたいとか、なんかこのユニット曲やりたいっていうのはセットリストを作る上ではもう完全に邪魔なあの考えだと思ってるんで、基本的に私はそういう時は何も出さないし、自分別に何でもいいですっていうふうに そう言ってるんだけど、その時はなんかすごい周りのメンバーがそのズッキーとレイちゃんとマラカちゃんの3人のユニットが絶対いいみたいな感じで言ってくれてて、なんか曲どうしようみたいな話になった時に、なんか純情主義とかいいんじゃないみたいな話、みたいな、純情主義やりたかったなと そうやりたかったなってちょうど思ってたから嬉しいと思って、たまたま自分の意思と沿ったユニットでしたね、あのフレコンは。そう、自分がやりたいって思ってたけど、そういうのは言わないから基本的に。でもそれがたまたま一致したコンサートでした、あれは。だからすごい嬉しかった思い出。そう、あれマジでよかった、嬉しい。そう、レイちゃんとシンメでできたのはよかったね、私的に。神がかったセトリだったんですね。いやそうだと思いますよ、だってチームずつの曲とかもあったし、あれレイちゃんって出てたよね、あれ。え、レイちゃん出てなくない？え、いや出たよね、いやびっくりしたびっくりした。あれレイちゃんが出たか、ん、レイちゃんで出れないかったけど出たんだっけ、え、どんなんだったっけ、出ないってなってたけど出たのか、そう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 、出てたよね。そう、あれドラニ3曲ってボーイズ&ガールだった、ボーイズ&ガール違うかな、ボーイズ&ガールじゃなかったっけ、私が外れたコンサートの話かな。え、外れることはないと思いますよ、それ、あのコンサートは。うん、違ったっけ、ドラニさんの曲チェネチェンとどっちやったっけ、ボイセンガールだった気もするけど、すごい覚えてる、よかったよね。思います、とても。西川さん元気、私レイちゃんと最近全然連絡取ってないかも、取ってないな。なんかその自分からあんまり人に連絡を取るタイプの人間じゃないから、まず私が、だからなんかこう関わりがあったりとか、なんか話す内容とかがあるときは自分から話しかけるんだけど、そうじゃないと人に話しかけることを自分からしないから、だから全然レイちゃんと話してない。そう、なんかわかんない、もちろんさ仲いいつもりではいるし、そんなんて言うんだろう、仲良くしてたい気持ちあるけど、そのやっぱ活動の域が変わるじゃない、そのこっちの AKB っていうところで活動するのと大学生っていうジャンルで活動するのだと、その生活してる時間帯しかり行動範囲しかりが全然違うからさ、
そうだから全然喋ってないですね。そう、これはでもすごいあるあるな気がする。もちろん辞めちゃっても連絡くれるメンバーさんもいるわけですよ。そう、なんかそのくれる、なんか言い方難しいけど、辞めちゃってもそのもちろんみんなと仲良くしたい気持ちは私ももちろんあるので、なんかその連絡をよくくれる人とかとは全然仲良くしてるしっていう感じなんですけど、そう、お前は私人に連絡をしないタイプの人間だから、用がないと、そう、用がない連絡をするのが難しいというか、そう、ご飯行きませんかとかの誘いは別としてね、そうそうそう、リリーちゃんのところでレイちゃん情報を拾って、あのね、でもなんか私がびっくりしたの、さとみちゃんはさ、もうあの世に顔を出さないってて、もうてっきり思ってたの、別に話何も聞いてないんだけど、さとみちゃんと会ったことあったけど、なんかもうなんか世に顔出てこないのかなって思ってたら、あのインスタであのなんかストーリーで顔が流れてきて、出てる出てるってなった。びっくりしたのと、別に出したくないっていうわけではないんだと。そう、そんなことがそうありましたよ。アイルで公演してた、あ、アイルでなんかありましたね、アイルのやつ。あれ見に行きたかったけど行けなかったんですよね。それで言うとそれちゃんとのプリクラありますよ。でもちょっとデコレーションがダサすぎて世には出せない世には出せないけど、レイちゃんはエレンの SNS にちょいちょい出てるね。出てるよね。レイちゃん会いたいんだけどね。なんかさ、私一つ予定合わせるのがめちゃくちゃ苦手だからさ、だからダメなんだよね本当に。レイちゃんツイッターでリップグロスをリツイートしてくれ、レイちゃんとかさ定期的になんか SNS でたまにいいねとか来るからさ、なんかこっちのアカウント開いてるんやーってなるもん、マジでなるおもろいよね、本当におもろいと思う。でもさ、今時のプリクラってさすごいよね。なんかさ本当にさ目のサイズ感やばくない？違う人じゃない？マジでどう見てもなんか同じポーズしてもさ、顔がさ違くない？わかる？言いたいこと。すごい思うんだよね私、今時のプリクラって。え、それマラカちゃん、マラカちゃんですよ、めちゃくちゃマラカちゃんですよ、やばくない？マジで。しかも今時の女の子たちってこのプリクラからもっと加工を重ねるらしいですからね。ほら、これは加工重ねてないけれども、顔全然違くない？マジで同じ人に見えない。そう、そうなんですよ。だからじゃあせっかくだからさとみちゃんとのツーショットちょっとだけ見せてあげる。バーバーバーンプリクラです。
そう、加工無加工いるらしいですよ今時の女の子はね。可愛いを追求してるんですね。そう、マナレイもちょうだい。マナレイちゃんは変顔写真ぐらいしか持ってない。マジでレイちゃんの写真私持ってないよ。だってレイちゃんに会った記憶全然ないもん。ないないない。どこでアルバイトしてるか知ってるぐらい。マジでやばい。全然レイちゃんがなんかレイちゃんとの写真ないよ私の携帯には。マジでない。そう、うん、ないね。これ見せたことあるっけ。2月の20日だからお話し会の時だよね。最後じゃないよね多分。最後じゃないレイちゃんのお話し会の時のお話し会してるレイちゃんを盗撮をしようとしたらピース向けてきたっていう。なんか結局載せるところなくてどこにも載せてない気がするこの写真。そう、2月20日に撮ったやつ。ピースしてる。これ AKB の時のレイちゃんです。こんなもんしかないな。あとなんか音はあれだけど、なんかさとねちゃんとレイちゃんとエリエちゃんが3人で歩いてる後ろ姿。マジ何撮ってんのか分かんないだろ自分でも。そう、こんなもんしかないですよ私のフォルダーには。そう、世に出せる通称ないんですか。いやだからレイちゃんと会ってないからさ、本当に会ってないのよ。だからじゃあ誰か見てるか分かんないけど、あのレイちゃんの DM に送ってください。マラカちゃんと遊んでくださいって送っといてください。でそれで連絡来たらご飯行きます。でご飯行ったら報告として写真をあげますので。はい、だから見てるか分かんないけど、でもほら逆にさ証明になるじゃんこれで。例えばこう DM にコメントしましたと。インスタ、ツイッターの DM って多分開放されてないね。だからインスタに DM 送りました。で何日か1週間か2週間か分かんないけど、後々マラカちゃんがツイッターとかでなんか久しぶりにレイちゃんとご飯行ってきたってこうやってあげたら、えってことは DM 見てるってことじゃないってなるじゃん。そしたらなんかじゃあこれからも毎日レイちゃんにおはようの DM 送ろうとかね、できるじゃん。だから皆さんから言っといてください。はい、自分で言うのが礼儀、もう礼儀とかいう関係性ではないので大丈夫です。もうあのアイドルじゃなくなったのでレイちゃんなので、あのただの友達です。これマジ、もう私の中での認識はね、アイドルの時はそれはもちろんその先輩ですけれども、今はもう同い年なんでただの友達です。だからもう大丈夫です。はい、なおさら自分で、ね、それはそう、それはそう。
私メンバーさんとご飯に行くの本当にうまくないんですよね。だから人と予定を立てるのも本当に下手だから、なんか私もこれ何回も言ってると思うんだけど、何日も前から予定を立てるのがすごい嫌いなんですよ。そう、なんかもう何日も前から私なんかいついつ空いてるみたいな、何週間1週間後の何曜日とかいう話になると、その日が近づいてくるとなんかああ行きたくないなって、別にその人が嫌とか本当にそういうのじゃなくて、マジで気分がそこに乗らなくなっちゃうことが多いんですよ。それもう決めてる時は行きたいの、めっちゃ決めてる時はめっちゃ行きたいんだけど、もう決めてる時はもう行く気満々だから予定決めるわけ、当たり前だけどね。でもなんかその日が近づいてくると、いや別になんかご飯っていう気分ではないんだよなみたいな、いや別にご飯行きたいってわけではないんだよなってこう気持ちがなってきちゃうからさ、だからねもうダメなんだよ、本当にダメなの。だから私はもう前もって予定を立てれない、うわこれ本当に前もって予定を立てれないんです。握手会とかもされるよいやだからそう本当に、だからその握手会と同じですよ。握手会だからうわ何月の握手会取っとこう、まあ、お話し会しっかりね、ちょっとじゃあ11月今9月でじゃあ11月のお話し会取っとこうで取っとくじゃん。でいざその例えば11月のじゃあ7日にお話し会がありますってなります、11月のじゃあ1日になりました、もう1日か、11月入ったな、あお話し会もうすぐか、あ別にこの時は普通じゃん。3日4日ぐらいになった時にうわあさってお話し会みたいな、しあさってお話し会みたいな、うわちょっとめんどくさいなみたいな、うわ別に話したくないわけとかじゃなくてなんかめんどくさいなってなるでしょ。そうやったらやったら楽しいんだけどね、いやちょっとめんどくさいなみたいな、でも前日とかになるといや別にいやマジかみたいな、うわ明日かみたいな、いやなんか他にできることあるくないみたいな、いや別にもちろんそれも優先順位めっちゃ高いし、それ行きたい気持ちもめっちゃあるけど、でも気分がちょっとそっちじゃなくてみたいな、ちょこっちの気分なんだよねみたいな、そっちできるくないってこうさ思えてこないなるでしょ。それが私はすごい起きちゃうわけですよ、人とご飯行こうっていうあの予定を立てると。そうだからもう前もって予定立てれないんです、私は。そう昔はそれで何枚もとかした、そうなのよ。いやだからさお話し会とかもそうだけど、例えば1時集合とかじゃん、もうご飯行こうってなったら1時とか12時ぐらいじゃないですか。え待って今から12時でメイクして着替えて家出て電車乗ってそこまで行くってなったら、え明日何時に起きんのみたいな、え早くない明日起きんのみたいな、もうちょっと寝たいんだけどとか思えてくるじゃん、その前日とかから決まってるとさ。そうだからだからもうなんか当日がいい、思い立った時になんか今日時間あるなみたいな、今日暇だなみたいな、今日午後予定ないなとか、なんかさ今日一日なんもないな、なんか誰かとご飯行きたいな、誰かご飯行こうよいいよって言ってくれたら、おじゃあ行こうの方がマジで いける。でもそれを先輩にはできないから、だから先輩とご飯に全然行けない、マジ反省、本当反省。そうなんですよ、だからショールームにも予定入れない、マジでそうなの。もうこれだからねマジ申し訳ないんだけど、ショールームって言ってしまえば自主的に行うものじゃないですか、自主的に行うものだから、なんかもう前もって何時からショールーム、何時何分からショールームやりますみたいになってると、えみたいな、いや別にこれ楽しいわけよ、こうやって別に話して何時間でも話せるし別にいいんだけど、いやちょっとめんどくさいって思えてきちゃうの、その思い立って、あ今日じゃあやろうって、今日やろうって思ってパッてやるっていうのはできるんだけど、めっちゃ守って予定立ててると、例えば今日の朝から
じゃあ今日あのお家帰って、だからまあ何時ぐらいになるよね、じゃあ19時ぐらいかな、じゃあ19時ぐらいから今日は配信しますよって朝から言ってると、もう帰ってきてから19時かみたいな、ちょっと大変だなそう思っちゃうんですよマジで。もうこれ私の性格の問題なんだけど、そうだからあの私配信時間ほぼ指定で言わないと思う最近じゃない、今からやりますとか何時ぐらいにやりますとか、そうなんかそのまあ、これはありがたいことですけれどもね、めっちゃありがたいことですけれども、そのなんか配信時間、配信開始時間守りなさいみたいなってすごい言われたんですよ一時期。何時にやりますって言ってるのに遅れるのは良くないよって言われて、いやそれはそうって自分でも分かってるんですよ、でも遅れちゃうんですよもうそれはね。だったら時間決めない方がいいんじゃないみたいな。だってもうすぐしたらやりますとか言ったらさ、もうすぐって人の感覚によりきりだからさ、別に何時に始めても何もないじゃないですか。そうだし、なんかショールームって別にそんな大切、めっちゃ大切なお知らせがある配信の時とかめっちゃ前もって告知されるじゃないですか、どちらにしろね。そうだから、なんかその別にその時たまたま自分にも時間に余裕があってショールーム見れるなって人が見てくれればいいと思ってるんです私は。そのもう私のファンの人は毎回ショールーム全部見に来てくださいとかじゃなくて、マジで私もショールーム終わった後何話してたかってメールに書こうとした時に、うん今日何話してたっけってなるぐらいのことしか話してないから、本当に雑談みたいなことしか話してないから、別にそんなに重要視してもらわなくていいと思ってるから私的には。だからもうなんか、だからもう少ししたらやるよんとか、なんかそうってなりました。そうでもだからファンの人、さっきもコメントであったんだけどさ、ファンの人もやっぱすごいもんで、私が多分配信をやりそうな日が分かるんだよねファンの人も。だからね、そういう日はね、今日配信するでしょみたいなコメントがあって、おバレてるやん、もうやるけどってなります。マジでマジでなる。すごいみんな気づく、分かるのかと思って、私が何日ぐらいに、なんかどのタイミングぐらいでやれ、ショールームやりそうだなとかってめっちゃ思う。そうだいたい化粧してて活動早く終わってたらやるマジで合ってるマジで合ってる、マジでもう全部合ってる、もう言ってること。そう準備がいらない日は確率高い、もうマジで正解、もう本当にそうです、マジでそう。今日やりそうだったから星集めしてた。そうマジで合ってます。新規なので全然わかりません、だから日にちが経てばわかると思います、私がやるタイミングが。今日とかもまさにそうだよね、だってもう16時ぐらいに終わるってもともとなってたからさ、だからまあやるだろうなってなる人もいるんだよね、それを見て劇場公演終わりとかはないって思ってる。うん、それも正解。公演終わりは公演にエネルギー使いすぎてショールームする余裕が自分の中にないから、公演終わりにショールームしません基本的には。メイクしてる日やりがち、マジでそう。基本的にヘアメイクまでしてもらってる日はめっちゃショールームする。今日とかもヘアメイクまでやってもらってるからショールームしてるみたいなところあるよね。あとはお家で生写真撮るとき、マジで正解。お家生写真撮りたくないとき一旦ショールームします、私。ありがとう、マジで合ってる、マジで合ってる、すごいね、ほんとすごいと思う。だからみんな統計をさしてるんだよね、私の配信の日を見て、すごいよね普通に、マジですごいと思う。そうだからなんとなく今の聞いて分かった方もいるんじゃないですか、これからなんか謎イベントとかさ、出演時間がなんかもうめっちゃ早いですとかいう時、多分ショールームするから、
それもその時の気分によりけりですけれども、そうです、そんな感じです。これまでの経験値がデータとしてあるよね。ありがとうございます。本当にありがたいね。本当にありがたい。本当にありがたいよ。私は疲れすぎてたらやらない正解、マジで正解。2回公演の日は寝落ちしてる。うん、正解。時間も大体同じ気がする。うん、正解。間違ってない、マジで間違ってない。時間帯何時ぐらいが多いんだろう。でも分かんない、なんか分かんないな、何時ぐらいに寝るか。そう、今日の日々は疲れなかった。なんかあっという間に終わっちゃった感じでした。なんかパッて始まってパッて終わった感じだったから、疲れるっていう考えがまずなかった。かおりちゃんはメールでショールームの時間も毎日ちゃんと知らせてくれる。この言い方めっちゃ悪いけど、めっちゃ悪いけど言わせてこの言い方めっちゃ悪いけど言わせて。あのさ、全員が全員そうやってかおりちゃんみたいに毎日メールでショールーム何時からやりますよって知らせるメンバーだったら、かおりちゃんがいい子だって思わないと思いません？私みたいにちょっと雑なメンバーがいるから、あ、かおりちゃんはそれをちゃんとやってくれてるんだなって、この子いい子だなって思うわけであって、私が普通にやってたらあなたはかおりちゃんのことをいい子だなって思わなかったわけじゃないですか。ってことは私の存在って大切ってことだと思いません？っていうことですよ。そういうことなんですよ。本当に私はもうあえて引き立て役に回ってるっていう、本当にそういうことですよ。そのだって全員が全員サインとかもそうだけどさ、サイン色紙あるじゃない、サイン色紙、全員が全員サイン書いてる裏面にもサイン書いてますってなったら、それはファンの皆さんにとったら当たり前じゃないですか。でも私は書かないから、私が書かないおかげで書いてるメンバーはこの子裏面まで書いてくれてるってなるわけじゃないですか。そういうことですよそういうことですよ。だからもうみんなにとっては大切な存在です。最近お疲れ、いや別にお疲れではないですけれども、だから引き立てに回ってるんだよっていうことですよね。そう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 、田口が書かないおかげで他のメンバーが引き立つと、もうほんとそういうことよ。ほんとそういうことだってさ、メールだって正直その絶対に毎日送ってくださいっていうルールがあるかって言われたらそういうわけじゃないわけですよ。でもだから例えば送らない日がある人もいるし、毎日送る人もいるわけじゃないですか。でも逆に毎日みんなが送ってたらそれはもう皆さんにとって当たり前じゃないですか、毎日メールが来ることが。だから来ない日はなんでメール今日来ないのってなるけど、来ないメンバーがいるからこそ毎日メールを何通もくれるメンバーは貴重視されるわけじゃないですか。この子毎日メールくれるよってなるわけじゃないですか。ってことは送ってないメンバーがいるおかげでそれも引き立ってるよねっていう話ですよ。そういうことです。はい、へりくつすぎる。いや世の中へりくつ言ってないと生きていけないですよ本当に。そうそうなんですよ。こんばんは、妹が田口さんに似てるって言われそうです。その私に似てるねっていう人が近くにいることがすごいと思うわまず、うん、メールはだいたい月3回ぐらいだったかな、3ヶ月で3通かな。それでもそれが普通でなのかもしれないですけどね、わかんないけど。その他のアイドルさんがどうとかあんまりわからないけれども、でも奈々さんとか毎日7つ送るようにしてたりとかするわけじゃないですか。それはすごいなって思いますよ。
私は絶対いつは送ろうってもちろん思ってますけど、メールに関してはね、そう何かしらって。だからね、正直そのメールを送ることによって話す内容がもうないわけですよ、正直。でもメールに全部書いちゃうんだもん。だってメール、だってさ、これ言ったらまたなんか言われるかもしれないけど、言うね言うね、メールに内容がないって怒られたこともあったの、前に握手会なんかで、もっとちゃんとメール書いてみたいな。でもね、聞いて、こっちだって皆さんと同じ生活を送る日があるわけですよ。一日休みの日があるわけですよ、こっちにだってね。で、一日休みの日何したって言ったら、ご飯食べたとかさ、お昼になったねとかさなんかそういうのしかないじゃん、正直。ゲームしてましたとかさ、だって休みなんだもん、その日それでなんか内容がないみたいなさ言われてもさ、ないよ内容はみたいなってなるわけよ。だからこっちはもう必死に絞り出すわけ。だからもう最近のメール見てる方は分かると思うけど、なんか今日は夜ご飯で何を食べましたとかさ、なんか今日はこれこれこういうことがありましたとか、なんかもうさ、もう事細かく物事を書いてることが多いと思うの、分かる？私のメール読んでる方は分かると思うんだけど、もうなんか今日は家族みんなでなんか餃子を作りましたとか、もうなんかもう詳しいこと言ってるわけよ。だからさ、ショールームでさ、今日餃子作ったんですよって言ってもみんな知ってるわけよ。でも話す内容がなくなるんだよね、正直。そうそうなんですよ。だからないって内容送ってくるときありますよ、あります。内容ないってメールに対しても怒られたことありましたけど、内容ないって言ってるだけ言いようがないって思うわけ、私は。だって内容なかったら送らなきゃいいのに送ってるんですよっていう気持ちを伝えたかったよね、その人にはやばい、内容がないよっていうメールを送ってくれるんだよ。いいやん、内容ないメールを送ってくれてるんだからって、もうそう思ってほしい、本当にお願いだからそう思ってほしい。そうなんですよ。そう、内容がないっていう内容なんだから、そうなんですよ。ね、その甘やかしてくれって叫んでるわけではないんですけど、皆さんに対して、私は甘やかしてくれって叫んでるわけじゃないんですけどまあ、あのなんかアイドルって完璧じゃないのがアイドルじゃないですか、誰しも。だからなんかね、優しい目で優しい目でって思う時はありますよ、もちろん。それは今日すんごい長くショールームしてる気がする。まあいっか、そう思います。でもだからそれこそあれありますよ、もう SNS もメールもなんかもう、だからもう何も動かしたくないってなる日はあるんですよ、人間だから当たり前だけど。まあだから活動し、なんか行動で活動してないけど携帯で活動は毎日してるわけですよ、私たちって。休みの日も、休みもだから休みじゃないというか、休みの日も例えばメイクしたらメイクした状態で写真撮ってメールに送ったりとか、なんか情報解禁があったらそれを告知したりとかが活動だから、そうだから、だからもう人間はさ、それはみんな休みが好きな人たちばかりなんだからさ、だからあの本当に何もしない休みが欲しいってなる時はありますよ、私もね。それはありますけれども、でもだからだからこれも言ったらなんですけど、そう私がそうなってる時のメールあるあるを言っていいですか。私がそうなってる時のメールあるあるは、
9時50分以降に3通ぐらいまとめてメールが送られてくる時です。絶対あると思う、そういう日。もうそのもうあとちょっとでメールの時間締め切りだよみたいな時に、なんかもう何通かまとめて送られてくる時あると思うんですよ。もうその一日何も音沙汰なくても、その日のメールの締め切り時間だよみたいな、そのもう直前にもう何通かまとめて送られてくる時があると思うんですけど、その日はもうできる限り何もしたくないと、もうダメだ、もう SNS も動かせないみたいな、もうダメだっていう時はもうできる限りメールを送らないで過ごすんですよ。申し訳ないですけど、でも最終的に送ってるからいいよね、別に最終的に送ってるからね。でもなるべく1日とか半日というかメールを送らずに過ごして、でもやっぱね、メール取ってくださってる方はメールは送らなきゃっていう気持ちがあるから、だからもう52分とかになってからやばいやばいやばいって言ってこうメールを打つっていう多いですね、はい、そうなんですよ。だからIt's 1日3通送るぞって強い意志感じてたあれにはそんな理由やとそうですよ、本当にそういう時ってアラームもかけたような、アラームかけてないです。でもね、これマジですごい話聞いてほしいんですけど、人って何でも染み込むじゃないですか、体に。だから私も今6年目なんですけど、もうすぐで6周年、あと数ヶ月で6周年なんですけど、本当にメールを送らなかった時がほんとんどないですよ。もう携帯没収された時ぐらい、そう海兵隊とかで携帯没収された時ぐらいしかマジでメールを送らないことがないの、もう生活の中で。だからこれねマジですごいんだけど、活動を休止したじゃないですか、私が6月に活動休止して、その1ヶ月の中の半月ぐらいっていうの、半月は21時50分ぐらいになったら、あっメールって思ってた。これはマジ半月だから、6月の半分ぐらいまではずっと、あメール送んなきゃ、あ送んなくていいんだ今みたいなのがめっちゃ多かった私は。そうでもだからもうなんか時間を見ると、あメールって思うようになっちゃう、そうっていうのはありましたね。染み込んでる時間、いやマジでそうなんだと思う。なんかこう染み込んでるんだよね、体にマジでマジで染み込んでる。毎日毎日この時間までの締め切りでって送ってるから、メールを。だからそう、そうやってなってる時はなってましたね。俺の一面は気が向いた時にしか送ってこない、いいんじゃないですか、そういう子はそういう子で、私は全然いいと思う。別にメールね、もちろん取ってくださってる方がいるから、そのね、一応お金も払ってくださってるし、1ヶ月に1通ぐらいは送った方がいいかなっては思いますけども、でもなんかそのね、いいと思います。別に1ヶ月に1通来るだけでいいって思うファンの方が撮ってくれると思うから、そういうメンバーは。だから全然いいと思う。そう、締め切りすぎちゃって送ったら次の日の朝、いや届かないです。でもなんかあるんですよ、なんとなくルールみたいのがあって、5分はまだいけるこれマジ22時5分はまだいける、いけるんですよ。22時5分はいけて、20分ぐらいになるともう送られないで、どこにも出ずに消え去りますね、そのメールは。そうなんですよ。だからちょっとはいけるんですけど、やっぱその範囲があるんですよね、そのちょっとの範囲が。
だから私もお休みメールを送ってますけど、基本的にお休みメールはまあ何分か過ぎちゃうことが多いんですよ。だから全部届いてるといいなって思いながら送ってます。はい、そうなんですよ。翌日にはならないですね。話の軸がずれちゃってたりする時が多いからね。今日はこんな日でしたって翌日の朝に届いたらさ、今日まだ始まったばっかりなんやけどってなるじゃん。だからそう、っていう感じかな。そう、でもすごいシステムだなって思いますよね。メールとかね、考えたのすごいなと思って。でなんか知らぬ間にブログって消えましたね。そういえばなんかモバイルブログ、なんかモバイルブログってどこ行ったんだろう。なんかおお、なんかホームページが新しくなってからなのかわかんないけどさ、ね、あれ毎月悩まされてたわけよ、モバイルブログって。モバイルブログさ、メールの総括みたいな内容しか書けなくて、毎回もうなんかメール読んでる人からしたらなんかもう全部聞いたことあるような文言になっちゃうような、もうブログしか書けなかったわけ、モバイルブログって。だから毎回モバイルブログ出すとき難しくて、しかもなんかメールじゃないからなんかメールとブログの区別をつけてほしいみたいな。でも2つとも一応その有料コンテンツではあるからみたいな感じで言われて、いや区別って何みたいな、むずいむずいむずいみたいな。ですっごい思ってたけど、気づいたらブログなくなったなみたいな、そう思った。今お試しメールもないんだ。あ、そうなんだ。そうっていうこともありますね。そう、今日はキャプテンが活動について吐き出す日。そう、吐き出してる、吐き出してるかな、わかんないけど、その代わり何か毎月主人が、あ、なるほどね、そうなんだ。もうすぐ2時間になるやん。だってやば、もう2時間だって。もうちょっとで終わりにしよう。755大事にするよね。755は、あ、そうですね、755はね、もう755も習慣というか、私マジで755、なんか私マジでさ、もう人間の習慣って怖いんですけどマジで私朝起きて一番最初に開くのマジで755率高いんですよ。本当に755、多分もう初期の SNS が755だけだったから。私たちは今の17期生はさ、もう SNS 全開放じゃないですか。研究生とか関係なしに、もうなんか Twitter しかり、インスタ、TikTok って別にもう自分がやりたい SNS コンテンツ全部やってください、どうぞどうぞっていうのが今のやり方ですけれども、 AKB の。でも私が入った時はそうじゃなかったから、私が入った時は研究生は755以外のアプリができないっていうルールがあったから、ツイッターとかは昇格しないとできないっていうルールがあったんですよ。そうだから755をね、初期は本当にずっとやってて、だから多分それがもうすごい自分の中に染み込んでて、毎朝755開いちゃう。しかもなんか755とかってさ、もうその人専用のトークルームみたいな状態だから、なんかインスタとかツイッターはさ違うじゃん、フォローしてたらその投稿が全部流れてくるけど、755ってフォローしててもその人のルームを開かないとその人の投稿って見れないじゃん。だから別に何つぶやいてもいいなって思えちゃうわけよ、755だと。そう、誰が見てる見てないとかじゃなくて、なんか SNS の
重さが違うから楽なんですよ755の方が。そう、なんかインスタとかツイッターはやっぱその万人受けするじゃないけど、やっぱりその一応風当たりが強くなるような発言は当たり前だけどできないというかしようと思えないけど、なんか755とかはなんか何でも言えちゃうような感じ、なんか悪い意味でじゃなくていい意味で、なんか寝てたとかなんか本当にそう言えるから、だから私は755すごい好きですね。755は本当に自分に興味がある人が見るって感じ。そうだからなんか私もすごい、まあ、755見てくださってる方ってすごい会いに来てくださる方が多かったりとか SNS ですごいコメントしてくださる方が多かったりするから、だから755はすごい私は好きなコンテンツではありますね。大切にしたいって思ってますよ。全然なんか別に毎日投稿しなきゃいけないわけでもないし、投稿したい時にふと投稿できるしって思うから気楽よね。そうなんですよ、気楽なんです。なんか一時期同じ人ばっか引用してるでしょ争いがどこのルームでもあったんですよ。なんか何々ちゃん同じ人しか引用してないみたいな、私もあったけど、いや引用されるコメント書いてくれれば引用するよみたいな、もう結論それでしかないから正直言って、だって引用したいって思うコメントしてるのがその人のだけであって、別にその人を贔屓してコメントしてるわけじゃないから。そうこの人がなんかそのなんかコメント送ってきたらこの人の全部拾うとかじゃなくて、その人のコメント拾いたいなって思ったら拾うようにしてるだけだから、だからなんかその争いの時はなんかどうしたらいいのか分かんなくて、別にそんなつもりはないんだけどみたいな、なんかいやただ拾いたいコメントだから拾ってるだけなんだよね感じだった。本当にだからなんか755でコメント一回も拾ってくれないみたいな、見てくれてないって言われることもあるけど、めっちゃ見てるし、755のコメントがなんなら一番見てるし私。そう、あの消えない限りね、消えない限り755のコメントはめっちゃ見てるし、でマジで全員メイトしてる。だからなんか質問系とかもあるけど、なんか別にいや別に気分じゃない時は答えないし質問だって。そうだからなんかそう見てて、あなんか今日すごい寝坊しましたとかさ、今日何食べましたとかさ、こうコメント欄に書いてる人がいるわけ。あーそうなんだとか、マジでそれは日課のように見てるから。それはまなかちゃんは結構気遣って引用してる気がする。そうなんですよ、こう見えてね、マジで聞いてほしい。こう見えて私めっちゃ気使ってて、一回私のファンの方にもそれを言われたことがあって、まなかちゃん偏ってるみたいな、引用が偏ってるって言われることがあって、であこの人のコメント引用しようって思ってこう開いた時に、あれこの人ちょっと前もやんなかったっけって思って、とりあえずなんか1週間分ぐらいは1週間2週間分ぐらいは遡って引用してないか確認して、あ大丈夫だなって言って引用するようにはしてますよ。なるべくね、あんまりなんか同じ人ばっかりっていう形にね見えるとあれだなって思うので。そうそうなんですよ、だからツイッターのリプより755のコメント、いやーでもツイッターのリプも見てますし、なんなら全然エゴサするし、なんかいつもエゴサしてないって、まあ、一応言ってるんだけど、そのなんかでも私はさクルルンとかさ、なんかあれ分かりやすいニックネームがあるわけじゃないから、だから真中で検索したら別に何も出てこないから、私はそういうので検索しないけど、なんか例えばその日の公演とかさ、田口真中って検索した時に公演で初めて田口真中ちゃん見てよかったとかいうコメント見たらさ嬉しいじゃん。それ見たらあじゃあ頑張ろう公演ってプラスに思えるから、だから基本的には公演の日とか利用さしてますよ。そう
ハッシュタグっていう別にタグでもなんかで、そうそう、ハッシュタグもなかちゃん、私も全然見てない。そう、なんかあれハッシュタグもなかちゃん作った理由も、なんかその当時755しか SNS がなくて皆さんの声を聞けなかったからあのハッシュタグ作ったんだけど、今なんか SNS どこでも皆さんのなんか声聞こえるようになっちゃったから、そう見てないんですよね。だからなんかむしろ Twitter とかでなんか田口真奈香ってワード入れて書いてくれた方が見るかもぐらい。そうエゴサはやめた方が、まあそれは自分の勝手だからねいいと思うけど、なんかその忍さんに昔言われたことがあるんですけど、なんかエゴサは別にしてもいいけど傷つくならやらない方がいいみたいな。もう別にエゴサしても傷つかないメンタルがあるならエゴサをしてもいいと思って、なんか初期に言われたのを覚えてて、私は別にもう傷つかないんで、どんなにエゴサで悪い話が書いてあっても、だからもうあの全然エゴサしますよそうだからなんかたまにやっぱ心地が良くないことを書いてる、私はフルネームを入れて心地が良くないこと書いてる方とかももちろんいますけど、なんかあ暇なんだなって思うようにしてます。なんか心の余裕はあった方がいいなって思うから、あ暇なんだなって思って流すようにしてます、なるべく。そうだからっていう感じだな。なんかあんまり普段言わないこと言ってる気がする今日、意外とさりげなく発言してる感じする。だから5年経てばいろいろ耐久つきますね。いやマジでそうですよ、この世界は本当に。いやわかんない、普通の方でも5年も会社に勤めてたら、あれはダメだこれはダメだとか、この人は刺激しない方がいいとかさあると思うんだよ絶対に、その会社の方々の中にも。だから私だけじゃないけれども、でもそのあるよね、私はだからこのグループに入ってメンタルがもう鍛えられたというか、いや傷つくしめっちゃ気にするけどね、結論で言うと傷つくしめっちゃ気にするけど、でもなんかもうそれは一、もうその人だけの意見だって考えないともう病むからマジで病むから本当に、だってひどいこと書く人は本当にひどいこと書くから。そうだからなんかさ、こんなこと言うのはあれだけどさ、私はさフルネームをもう世に出してるしさ、出身の県とかさ血液型を言ってないけど、まあ、生年月日とかさ個人情報をもう皆さんの目に見える形で公開してるわけじゃない。例えば私が誰かの悪口言ってたら、あの子めっちゃ悪口言ってるじゃんって、やばいじゃんあの人ってなるじゃん、そう私が思ってる思ってないとかじゃなくてね。そうでも今の SNS って匿名だから、だからその人は自分の情報が世に出てないから私の悪口を言うわけじゃない。だからなんか自分の名前が出てると思って悪口書けばいいのにと思って、なんかフルネームで悪口書けやって思っちゃうもんね。私はすごいずるいわーと思って、対等なんていうのも同じ土俵で書けよって思っちゃう私は同じ土俵で書けよって、じゃあフルネームと生年月日書いとけですって思うよ、思う時あるよ私だってね。それはもちろんもう人間だからね、アイドルだけどその前に一人の人間だからそれは本当に思うけど、でもいちいちそんなこと気にしてたらね、もう生きていけなくなっちゃうからこの世界では。だからしょうがないって思って生きるようにしてます。そうそう思うとなかなかのリスク、それ芸人の人も言ってた、いやマジでそうですよ、本名でツイッターとか SNS やるだけで絶対人間って、特に日本の人って発言変わると思う、マジでそれは本当に思う。だって変わるじゃない見え方が、ニックネームでやってたら誰かなんてさ個人情報その人に言わない限り分かんないけどさ、本名でやってたら、例えばじゃあ会社の人がさ、あの人ツイッターやってるかなってフルネームで検索されて出てきてさ、で、あこの人のツイッターあるじゃんってその会社の人が開いてさ、でその人のツイッター悪口だらけだったらさ、えやばって当たり前じゃん、それになるのはね。だからその背負ってるリスクがね違うから誹謗中傷って起きちゃうんだなって
って私は思いますけど、そう、でもそれに気づけるような人であってほしいですね。私は特にファンの皆さんにはね、本当にファンの皆さんっていい人が多いから、いい人が多いし本当に優しくて心が広い方が多いから、だからもしなんかふとした時にね、例えばこの子嫌だなとかこれ嫌だなとかあれ嫌だなとか思っても、なんかそのちょっと自分の中での愚痴とかならまだしも、その人に届くように言うとかさ、いうのはなんか人として良くないなって、自分がじゃあいざフルネームを公開してなんか SNS とかやってたとして、なんかその誰かも分かんない人からなんかあの人ブスだなとかさ、性格悪いとかさ、なんかもう言われたらさ、いい気持ちにはならないわけじゃない。だからなんかそれをなんかね、それに気づいて書く手を止めてほしいよねって思う。本当にそれを思うね。キモリポを会社で刺されないよないやマジそれはそうかもしれないねいやわかんないけど、そうでもだからそう思いますよ。別に疲れてるとかそういうわけじゃなくてね、これは日頃から思ってるし、もうなんなら一回誹謗中傷ひどいなって思った時にマジでちっちゃい卒業公演の時に誹謗中傷について喋ろうって何回も思ったことある。マジで卒業公演しようとか思ってるとかじゃなくて、もういずれか来る自分の卒業公演の時にはもう絶対に誹謗中傷について語ろうって何回も思ったことある、この人生の中で。マジでこれはガチ、本当に本当誹謗中傷をやる人意味わかんないっていうスピーチしてやろうって何回も思ったことある。マジで本当にもうだってもうさ、最後の舞台なんてさ、別にもう何言ってもさ、別にもうそっからもうフェードアウトするからどうでもいいって私は思っちゃうから、だからもう本当に言っちゃう、言っちゃうですよ本当に。だからまあそれ言っても届かない人がそういうことをするので、まあ、意味ないんですけど、ただの自己満なんですけど、なんかたまにいるじゃないですか、なんかそういう世に出る活動をしてるんだからそういうのは受け止めろみたいな、いや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 みたいな、なんでなんでなんで、どういうことそれ。じゃあなんかその誹謗中傷してる人のさ名前特定して、何々さんすごいひどいですねとか言って、嫌やん自分もってね、気づいてほしい本当にそれにって私はすごい思っちゃう。もなかちゃん結構 YouTube に切り抜かれそうなこと言うから、変に切り抜かれないかになんか私すごい YouTube に切り抜かれてますよね。うん、すごい思う。なんか変に切り抜かないでねって思いながら生きてますよ。そうだから僕らでよければ話聞きますありがとうございます。いやだから逆にこのだからこれショールームもさ、まあ誰でも見に来れるけど、私の配信を見たいって思う人しか見に来ないからさ、この配信を。だから言っちゃう、いろんなことをっていう。そうなんですよ。だからこの間の波動を切り抜かれてた。本当に AKB が紅白出れなかったら選抜の責任だからだって。そんなことないよ。 AKB 選抜が AKB じゃないからね。 AKB は選抜じゃないメンバーも AKB ですから。舞台で頑張ってるメンバーだって AKB だし、タレントで頑張ってるメンバーだって AKB だし、選抜として頑張ってるのも AKB だし、AKB って選抜が全てじゃないと思うので。だから今回のシーン、例えばだから今回落ちましたってなっても選抜のせいじゃないと思うし、みんなのせいだと思う。みんながじゃあもっと来年頑張ろうってなればいい話だから、そうそう思います。それを言ったら田口さんが入れなかったのは私の責任ですからあ、そうなんですか、じゃあ押し上げてくださいじゃあお話し会来てくれます。じゃあね、今責任持って言ったなら言ったならお話し会来てもらっていいですかって。再販中なんでね、今ねちょうど再販期間なんで、全然まだ残ってる部とかいろいろあるんで、全然気になる方はね、ほらお
押し上げたいなって思うのであればね、なおさらそのお話会来てもらってそうもうこんなもんかな。なんか今日全然いくらでも今喋れるんだけどさ、なんか別にやめようと思ったらやめれる感じだからやめようかなって思ってるんだけど、そうお話し会の売り上げ順で選抜だったらみんな頑張りそう。まあね、それはまあなきにしもあらずかもしれないけど、まあだから、うん、難しいよね。何なんだろうね、私も分かんないんだ選抜の基準って。そうだから、それは私がなんで入んないんだろうとかそういう話じゃなくて、分かるけど分かりやすくあるわけじゃないから選抜の基準が。例えばじゃあ売り上げがあったら選抜に入りますよだったら、じゃあ売り上げ伸ばそうってなるけど、別にそういうルールがあるわけじゃないし AKB の中で。そう、なんか明確なここがここからが選抜に入りますよっていう線がこのグループあるわけじゃないから、だからなんか分からなくなることは多いけれども、でもなんかね、私はもうすごい思うのは、でも頑張ってたら見てくれる人はいるよねって思ってるので、私はそうだから何でも本気でやりたいって思ってるし、まあそれはみんな思ってると思うんだけどね、手を抜きたくないなって思うから。そう、正確なラインがあるわけじゃないけど、なんだろう、ちりつもだと思うから、この活動は特に。いや、わかんない、めっちゃ急にもうなんかドーン選抜入りました、センターになりました、わーしょーいってなる人もメンバーの中にはいるけど、でもその人だって少なからずあのね、積んでるものがあるからそうなるわけであって、そうだからなんか全然それはそれでいいと思うし、もちろん羨ましいって思うこともあるけれどもね。そうだから私はチリツモ派なんだなって本当に感じる本当に感じる人生なので、だからちゃんと頑張ってチリツモって思ってますよ今は。そう、そういう人にはその人なりの悩みがあるだろうし、そうなんですよ。だから、いやだから本当にテレ東さんとかはさ本当に優しいからね、モースさんもそうだしなんかね、モースさんとテレ東さんは割と好いてくれてるのかな、多分私のことを。そう、仲良くさせていただいてるスタッフさんが多いので、多分なんかわかんないけどスタッフさんと仲良くなれるみたいで、私なんかマネージャーさんともマジでめっちゃ仲いいんですけど、そう、でもだからなんかね、関係性って世の中大切じゃないですか、何においてもね。だから私も仲良くしてたいって思うし、なんかいい関係がいいなって思うから、だからそういう状態でいたいなって そうなんですよ。だから高橋 P は本当にすごい人だと思う。いや本当に思う、私結構ひろゆこのことをバカにしてるけど、私もちゃんとすごい人ってことには気づいてますよ。もちろん気づいてる、あの人はすごいんです。無理やりいや、よく言いますよ、私めっちゃ態度あんま良くないですよって思うこともあるし、無理やりなんかこじつけることも多いけど、でもそれでちゃんと仕事になるから、あの人は本当にすごい人です。いや、人生とかもう全てにおいて私の先輩ですけど、なんか本当にすごいと思います。なんか本当にすごいなって毎回思わされる、思わされます、ひろゆこさんには。あ、こういう人が生きていくんだなって本当に思わされる、うん、そうね、モースのプロデューサーもの方もなんか本当にすごいなって思う、その
モスの鈴木さんとかね、あの鈴木っていうよくねモステレビに出てくる、まあのなんか AD さんみたいな人がいるんですけど、そう本当にですよ、本当にそう思います。私はそうですよ、だからまあ周りの環境には感謝しつつっていう風に、しおりがよくいじってる人、ああそうですそうです、しおりさんがよくいじってる人です。そう周りの方にはね感謝をしつつ、ねこれから頑張っていきたいと思っていますので、さよならモーリーさんにもハマりたいね、ハマりたいよ、ハマりたいけどね、なんか難しいんだよね、番組って。ビンゴの時からそうなんだけど、別に番組が嫌とか本当にそういう話じゃなくて、番組もめっちゃ面白いと思うし、今の MC のその霜降りさんとか峯岸さんとかもめっちゃいい人だし、めちゃいい番組なのはめっちゃわかるんですけど、なんかねどうやったら印象に残せるのかが、あの番組が一番わからないというか、なんかねモースとかテレ東は本当に食らいつけば爪痕残せるんですけど、そうでも難しいんですよ、さよならモーリーさんは。そう多分ひな壇っていう環境がそうなってるんだと思うんですけど、私ひな壇がすごい多分得意じゃなくて、シンプルにシャイだから人前で大きな声で発言ができないんですよ。特になんか面白いかどうかも分かんない絶妙なラインの会話をするとかね。だからなんか一番多分あれはすごいバラエティ力、そのテレ東さんはロケの力とかだと思うんですけど、なんか本当にトーク力というか、なんていうんだろうね、それはすごい毛利さんが一番必要なんだなって思うんだけど、そううまくできないから、呼んではもらえるけど、なんか絶妙な期間が空いてでしか参加できないから難しいよね。どうしたらいいのかって思います。それは本当に私の中では一生課題というか、ビンゴの時からずっとそうなんですよ。ビンゴの時からずっと難しくて、そうだからそうなんですよっていう話ですね。はい、もう本当にすごい長い時間今日話しちゃってごめんね。もうなんならさ、その壇上にいる人たちとかさ、もうこんな言い方よくないけど、壇上にいる人たちなんてさ、別にもうなんかさ、別になんかもう正直まなかちゃんのショールーム聞かなくてもいいけど、でもなんか今壇上だしみたいな、一応その壇上だからなんか出たくないなっていう思いを抱えたまま、もしかしたら2時間ぐらい聞いてる人いたかもしれないけど、本当ごめんね、マジでごめんねっていう気持ちで、もういっぱいなんだけどでも私がこんなに長い時間配信するのはレアだからね、最近では。もうだって最近30分とかさ、長くて1時間で終わることが多いから、だからレアです、今日こんなに長時間やってんのはそうテーブル出したから、そうです、だから許してくださいということで、今何時だ、どこどこ携帯なくした、あった、あ、もう12分だ。ということで、めっちゃ痛い、ここ。ランキング発表します。もう前髪もボシャボシャ。言います。13位、スベッターさん。12位、テッさん。11位、マメモヤシさん。10位、アポロさん。9位、チーボーさん。8位、ユージさん。7位、アヤさん。6位、間違えちゃった。8位、ユージさん、ありがたぐちです。神セブンの発表です。第7位あやさん、第6位みーちさん、第5位くもりさん、第4位はやちゃん、ありがたぐちです。トップ3いきます。第3位あみちゃん、ありがたぐちです。第2位しょうちゃん、ありがたぐちです。はい、そして田口マナカルーム6133分の1を獲得したのはバーンかつきちゃんです。ありがたぐちです。カツカツキ、はい、ということでかゆ花
ギフトを飛ばしてくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、ありがたぐちです。ということでラッキーランちゃんでもやろうかしら。したらこのラッキーランちゃんもずっと続いてんの何気にキモいよね。なんか1週間ぐらいでやめろよって感じするけどね。どれだ、いた、65位ルフィカさん、ありがたぐちです。はい、なんかもう義務とか作ればいいねこれね。今気づいた。じゃあもうラッキーランちゃんで当たった人はもうなんかお話し会来るとか ね。そしたらなんかもうラッキーランちゃんに当たる前にみんながルームから出るっていう事件が起きたら悲しい。はい、ということで今日の配信もありがたぐちでした。天球田口、シェシェ田口、カムサムニ田口、コップンカー田口、ダンケシェ田口、オブリガタ田口、メルシー田口、エフハリスト田口、スパシバ田口、グラチェ田口。はい、ということで結構長めの配信になっちゃったんですけど、見てくださった皆さんありがとうございました。今もやってるのかな VR のやつって。もう終わった？ VR の期間って、なんかあのメンバーのセンター投票みたいなやつ、あれってもう終わっちゃったっけ。あんまりちょっと詳しくいつまでっていうの見てないから分かんないんだけど、まだやってるかな。25日まで。あ、本当だ。じゃあまだ大丈夫だ。ですね、お知らせなんですけれども、今 VR スクエアさんで新チームコンサートかな、新チーム初日に行う新チームコンサートの中のセットリストの1曲で VR のコンテストで1位になったメンバーがセンターをやるっていう企画を行っていまして、で各チームから2人ずつこう選別っていうかというかないな、選抜されて、各チームから2人ずつ選抜されてこう自己プロデュース動画を撮ってるんですね、 VR で。そうで、どんなメンバーがいたかは分かるけど、なんか誰かかけたら怖いから言わないんですけど、チーム K からはランちゃんと服部ゆうなちゃんの2人が出てるんですけど、そう本当に一人一人全然なんかウェディングドレスみたいな着て麻雀のなんかやってたりとか、セリカさんとかね、とかなんかガチ恋こうなんかガチ恋学園とか、なんかシンプルにお家でまったりとか、なんかランちゃんとかだったらダンス踊りますとか、なんか花火やりますよとか、なんか郡司さんのインタビューしましたとか、そういう風な動画を本当に一人一人上げてまして、中間発表ランちゃん2位だと、すごい。そうだから別にそのチーム K のメンバー見てくださいとかそういうことではなくて、本当に私は誰が1位になっても新鮮なセンターではあるというか、そのコンサートってやっぱりね、なんか選抜の方がセンターになる機会がやっぱり多いから、すごいいいセンターになるんじゃないかなって思うので、なので皆さん気になるメンバーとか、まあ、とりあえず全員の見てもいいですし、見てもらって、でその中から例えばこの子の方がめっちゃ良かった、この子にセンターやってほしいって思ったら、その子の VR をもうなんか1日1回見るとかねしてくれるだけでも、その子にはすごく嬉しい行動だと思いますので、ぜひ気になったらねやってみてもらえたらいいなというふうに思います。はい、で今その VR スクエアも1ヶ月登録無料期間みたいな、1ヶ月間無料でそれが見れるので、なのでめちゃくちゃいい期間いいかなと思います。で VR で AKB のライブもね行うので、 AKB の独占配信が VR スクエアで行われるので、でしかも普通に携帯とかからも VR は見れるので、だから別にわざわざこれじゃなくても大丈夫ですので、だからぜひ無料登録もできますので、皆さんぜひこの機会にねちょっとだけでも登録してみてくださいっていうお知らせです。あ、カラーズの写真がセブンプリントで1枚300円で全国のセブンで買えます、だそうです。カラーズの写真があるみたいですので、詳しくはカラーズをご覧くださいちょっと分かんないけど、詳しくはカラーズをご覧ください。はい、あとは何だろう、チーム系公演とかもね結構やっております。チーム系公演は
もうすぐももかさんの生誕祭があるかな多分。はい、チームK公演、多分次が最終回です寸劇なので、ぜひ皆さん寸劇だけでもいいので、せめて寸劇だけでもいいですので、明日か、明日最終回です寸劇なので、ぜひ皆さん見てください、明日の逆上がり公演。はい、私今のところ劇場出る予定はないんですけど、まあ、僕の太陽公演とかも定たまもなんか2ヶ月に1回ぐらい1ヶ月に1回ぐらいなんかの感覚で出てるので、ぜひ皆さんそれもね、機会があったら見に来てほしいなっていうのと、今コンサートのチケットは受付中なのかな、ちょっと見てみますね一瞬、告知が多くてごめんなさいね、受付してないですね、あ終わっちゃったんですかね、もうね、あ終わってますね、はい、終わってるんですけれども、まあでも多分また近いうちコンサートのチケット受付があると思うので、その時はまた告知させてもらいますっていうぐらいかな私からのお話は。なんかあったっけ、あウルトラフェスタ、ウルトラスフェスタはチケットあるんですかウルトラスフェスタはチケットあるんですかね、もうチケット販売はないのかな、なかったような、ないかな、ちょっとあるかどうかわからないんですけど、ウルトラスフェスタ来る方、明日明後日しあさってししあさってししあさってぐらいにねありますので、ぜひ楽しみにしていてください、一般席だけ残ってるんだそうです、だからぜひちょっと予定あるんで空いてるんでみたいな方はぜひ来てください。お兄ちゃんの大好きなお茶の馬もいます、ありがとうございます、ありがとうございます。あとコラボさせていただいたにじますさんとかもいらっしゃいますので、ぜひ気になる方は来てくださいっていうぐらいですかね、私からの報告は。ということで、ちょっと2時間超えのまさかの予想してなかった長時間配信になってしまいましたけれども、見てくださった皆さんありがとうございました。ということで、また機会があったら配信すると思うんで、機会があったらね、だからその時は見に来てくださいということで、あ波動のアクスタと缶バッジも今月末までらしいので、波動のアクスタ欲しいよとか缶バッジ欲しいよって方はお見逃しなくです。ということで、今日の配信もありがとうございました。皆さん、またお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。